こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。なでしこジャパンは第一戦のスペイン戦が開催されるなんと移動した。多くの皆様に試合を見てほしいので冒頭に試合の日時を確認したい。日本時間7月26日0時にキックオフする。会場はなんとにあるスタッドブラボージョアールだ。NHK 総合で放送される。放送開始時間は23時45分からとなっている。試合を見てなでしこジャパンを応援しましょう。さて、ついにパリオリンピックが始まった。まだ開幕式はやってないですよね。オリンピック期間中にはどうしても消化困難なのがサッカーだ。昨日日本選手団の先陣を切ったアンダー23日本代表が最高のスタートを切った。パラグアイ相手に5対0と快勝した。これは他の競技者も勇気づけられますね。それに続くのはサッカー女子日本代表なでしこジャパンだ。なでしこもこれに続いてほしいです。試合前日の記事があるので見てみよう。なでしこ池田監督、準備できた。明日優勝候補スペインと初戦へ。なんと強豪パリ五輪のサッカー女子で1次リーグ C 組の日本代表なでしこジャパンは25日午後5時日本時間26日午前0時からなんとで優勝候補スペインとの初戦に臨む。24日は前日練習を行い、池田監督は予定通りトレーニングを詰めたし、しっかり準備できたと語った。スペインは昨年のワールドカップ覇者だが、1次リーグでは前がかりになる相手の背後をつく速攻が機能し、日本が4対0で快勝。その試合で得点したフォワード植木、ウェストハムはスペインから4点取ったことは自信につながった、気遅れせずやれると口にした。北川、アイナック神戸と林、エバートンは全体練習に参加しなかった。なでしこもなんと入りしてから順調にトレーニングを進めている。気になるのは北川光選手と林穂乃果選手ですね。北川選手は金沢で行われた親善試合の最終盤にピッチに座り込んだからな。その時の痛みがあるのでしょうか。痛みだけならいいが負傷してないことを願うばかりだ。北川選手はなんとなく予想がつくのですが、林選手は何でしょうね。これは予想がつかない。試合開始前24時間経過して入れ替わらないところを見ると、グループステージ中に戦線へ復帰できるとの判断なのだろう。その林選手ですが、来シーズンのチームが決まったようです。なでしこジャパンミッドフィールダー林穂乃果がエバートン入団。クラブの成功のために全力を尽くします。イングランド女子スーパーリーグのエバートンは24日、女子日本代表なでしこジャパンのミッドフィールダー林穂乃果26が加入すると発表した。林はセレッソ大阪レディースの下部組織出身で、21年にスウェーデン AIK に海外移籍、22年夏からウエストハムでプレーし、昨季限りでの退団が発表されていた。林はクラブを通じ、新たな挑戦を探していました。クラブの成功のために全力を尽くします。素晴らしいファンの前でプレーできるのを楽しみにしていますなどとコメントした。スカッドリストを確認すると、クラブの欄にエバートン、LFC としっかり明記してあった。日付も確認したが24日になっていたので、この22人で行くのが確定した。林選手の移籍先わからなくてモヤモヤしてました。もちろん代表招集前にメディカルチェックとサインは済ませていたと思う。契約から発表まで時間がかかる理由って何ですかね。個別の事案になるから一概にこうだとは言えない。まあ発表もあったし、林選手にはオリンピック頑張ってもらおうじゃないか。そうですね、状態を上げていってほしいですね。そして初戦を迎える。相手はスペインですね。雪辱に燃える女王スペインを返り討ちなるか。熊谷紗希の胸中、日本には思いがあるのかな。昨年と同じ戦い方はしたくない。パリ五輪、五輪だけじゃなく W 杯もそう。ロンドン五輪以来12年ぶりのメダル獲得へ復権を期す。なでしこジャパンのパリ五輪がいよいよ始まる。現地時間7月25日の大事な初戦で相まみえるのはスペイン。そう、昨夏のワールドカップを制した世界女王だ。ただ話は少し複雑で、その大会で日本はベスト8敗退に終わりながら、グループステージではスペインに4対0の大勝を収めている。それだけに相手は強いリベンジの思いを持って臨んでくると考えられる。キャプテンの熊谷紗希は前日会見で、本当にいよいよだなと、このために準備してきたので、明日それを出すだけ、チャレンジするだけと意気込みを示した後、こう語った。スペインは1年前にワールドカップで優勝してますけど、日本は唯一スペインが負けたチームで、少し特別なというか、日本には思いがあるのかなと。私たち自身は本当に良い意味でチャレンジャーとして、昨年と同じ戦い方はしたくないなというか、違った自分たちのチャレンジを見せたいなとも思っています。時間帯によってはそういう形になる可能性もありますけど、自分たちがこの試合に向けてやってきたところをまず出しながら戦いたいです。3度目の五輪に臨む経験豊富な33歳は、初戦なので対スペインよりも大事なものもあるのかなとも、スタートダッシュの重要性を強調した。オリンピックだけじゃなくワールドカップもそう。
初戦は大会に入っていく上で、すごく大切なものだと、私は経験上思っています。去年のワールドカップの時もみんなに伝えましたけど、やっぱりこの初戦が本当に重要だってところは、これからも残りの時間で伝えていきたいです。なでしこジャパンは再びスペイン撃破なるか、大きな弾みをつけたいところだ。もちろん初戦を勝つに越したことはない。ただ相手はスペインだ。記事にもある通り、前回のワールドカップ対戦して勝利を挙げた。ただこの時はグループステージの第3節、共に2連勝し、勝ち点6でグループステージの突破が決まっていた。こうした理由から勝敗でトーナメントがどこになるかの影響ぐらいだった。今回は初戦だ。男子の時にも言ったが負けないことが大事だと思う。男子のパラグアイ以上に、女子のスペインは強敵ですからね。そして22人が確定したのでフォーメーションの予想をしておこう。まず今回全体練習に参加できていない林選手と北川選手を入れ替える。森谷選手と千葉選手になると予想する。そして森谷選手はスタメンで起用してくるかな。そして基本フォーメーションはいつもの通り3バックだろう。金沢で見せたものが基本になるんじゃないかな。ただ、大体の時間帯が5バック気味になると思う。日本にとっては地味な戦い方になるかもしれないが、守備をする時間が多くなるだろう。図で示すとこんな感じになりますね。インサイドハーフの二人も降りてこざるを得ないと思う。しっかり守備ブロックを敷いてスペインの攻撃を封じるしかない。攻撃するときはどうするんですか？ショートカウンターとセットプレイが主になるだろう。本当はワントップにボールを収めてほしいところだが、現状は難しいかな。いい位置でファールをもらってセットプレイで1点取れれば御の字かと思う。本当に地味な戦い方ですね。スペインは前回の敗戦もあり、是が非でも勝ちたいだろう。日本は耐えて耐えてワンチャンものにできるかだ。初戦でいい流れを作ってほしいです。厳しい相手だと思いますが頑張ってください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。